当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。前回までオーバーホールをしていたオリエントスター、今回は時計として蘇らせていきます。そう、すべてを研磨いたしました。風防、ケース、文字盤、針、すべてを研磨しました。なのでね、まあ文字盤は傷がやはり大きな傷があるので、その辺は消すことはできませんが、まあそれはそれとして、まあ、残したまま、この時計の軌跡として傷を残し、またね蘇らせていきます。ではどんどん組んでいくだけ。組む作業はね、まあ日付、カレンダーもないので、そこまで難しくはないです。そう、いつも通りね、画角が悪いですけど、その辺はご愛嬌で。ほら、傷がやっぱりあってね、その辺の傷はどうしても消すことができないですが、少しこう磨くことによって文字盤も綺麗になったんで、まあその綺麗さと傷って、まあちょっとね相対するものがありますけど、まあそれはそれとして、この時計の軌跡としてね残しておくことにしました。ちょっとまあ気になること、そのムーブメントとこの文字盤多分合ってないから、多分違うのつけた可能性もあるような感じがします。そう、このタイプ、裏蓋にムーブメント、そして文字盤を仕込み、そう、そのままこうはめるだけ。そう、肝心な針を忘れてるっていうね、針をしっかりつけましょう。秒針はね、なんか余ってた、その辺に余っていたものをつけました。まあ、本当は金色ゴールドにしたかったんですが、なかったので、合うのがなかったんですよ。なのでまあこれになったんですけど、まあこれでもいいかなと思って。そう、そしたらケースに仕込んでいきます。風防はまだつけません。そう、ケースに仕込むと、本当手でねパチンと止めれる感じでした。結構ねスナップバックもそこまで強い感じではなかったので、手で締めてあげれました。そう、そしたら風防をつけていきましょう。風防もね、耐水ペーパー1000番で研ぎながら、そしてその後コンパウンド仕上げ、かなり綺麗になりました。まあそこまで傷が多いってほど多くもなかったので、まあ研ぎ出して、まあまたカラーに綺麗に傷も消してということで、できた。そのまま再利用です。素晴らしい。どうでしょう、まあ、大きな傷、6時半ぐらいの位置、あれね、風防の割れではないんですよ。あれ、文字盤の大きな傷です。まあ、かなり大きな傷があるね。何があったんだろうってぐらい。でもね、ベルトをつけて、完成を見ていくことにしましょう。オリエントスターダイナミック17ジュエルオーバーホールまでしました。ちょっと針のね、かし目が少し弱いんで、針がちょっとずれたりする可能性もあるね。でまあ秒針がなかったんで、秒針はその辺にあるものを使いました。オーバーホールまでして、何回か多分オーバーホールしてるんだろうね。裏蓋にもオーバーホールの記載があったので、
やはりね、いい時計はこうやって長持ちします、うん、オーバーホールしてまた使うっていうことができるからね。でも文字盤に傷なんか結構あってね、やっぱりデカめの傷がガリンとあったりしてね、かなりまあ安かった、ジャンクでかなり安かったんだけど、ほらここにかなりデカめの傷があるでしょ。これ傷です、風防の割れではないです、傷なんだよね、でもまあ磨いてかなり綺麗になったので、まあこれはこれで取っとこう。またコレクションが一つ増えました。裏蓋なんかなんかすごく洗練されてていいね。またシチズン成功と違ったなんかこの良さっていうものはね、オリエントスターにあるような感じがします。うん、なんかネーミングもやっぱりいいよね。ネーミングすごくいいね。オリエントスターっていうネーミングがやはりそそられるようなネーミングで、いいな。針どうしてもね、針も金色にしようと思ったんだけどなかったからこれにしたんだけど、なんかこっちの方がいいなと思って、意外とね、いくない、いくない。いやでもね、本当にオーバーホール、ヴィンテージのオーバーホール初めてでしたけど、中華製ばっかりやってたんでね、その保存の保存穴のそのグラグラがいつも厄介でしたけど、やはりこれぐらいのいい時計になると保存穴にその保存をはめた時にパシンとこうね、きちんとこう収まってね、受けのこの装着なんかもカチッと収まるしね、気持ちいい。やはりこうですよ、いい時計を触ると本当に気持ちいい作業です。いいな、これもまたいいな、またねコレクション行きですけどね、多分やることはないですがコレクション行きです。腕にした感じもなんかね、本当になんだろうな、すごく洗練されてていいんだよ、オリエントスターって。このネーミングもまたねいいじゃない、これね、このベルトは曲げないからね。ベルト曲げずにこのまま僕は取っておくんです。このままバシッとしたままね、一回でもシッとするとね、ベルトってぐちゃってなっちゃうから、こう曲がっちゃうじゃないですか、こう曲がっちゃうから、キュッと曲がっちゃうから、あれが嫌だからこのまま取っておきます。いやー本当になかなかいいな、めちゃくちゃいいじゃん、いいな。少し曲がってね曲がってるな、少し曲がってる、まあいいか、これもまたヴィンテージだね、いやーいい、これまたいい、ではまたコレクション行きとなります。あーいいな、マジでいいな、この辺のなんかさ、この裏蓋のこの分かる、このちょっと丸くなってんの、丸みを帯びてるというか、その辺もまたちょっと違うね、シチズン成功とはまた違ったこの雰囲気っていうのが、オリエントスターもいいな、マジでいいな、なんだこの雰囲気すごくいいんだが、雰囲気すごいいいね、本当にいいんだけど、また安いのゲットしよう。ジャンクで買ったオリエントスター、送料込み1000円だったんですよ。今調べたら1000円でした。でまあ秒針がない、巻き針がない、そしておしどりが欠けている、いろんなまあ悪いところがあったんですが、でまあ結果オーバーホールしてきちんと動かして精度も良くて、だから合計でいくらぐらいかな、2500円ぐらい、まあベルトは余ってたベルトを使ったんでね、それを入れると3500円ぐらいでできたのかな。またこの初めてオリエントスター触りました、買ったのも初めてだったな、なんかいいね、その雰囲気というか、また成功シズンとはこのヴィンテージの中で、日本のそのヴィンテージの中で成功シズンとはまた違ったこの、なんていうの、少し洗練されてるようなこのね裏蓋の雰囲気とか、そういいのよ、すごくいいなと思って、まだまだ知らないのがありますね、素晴らしくいい、よくない、素晴らしいのよ。まあコレクション行きですけど、腕にすることはないですか。まあヴィンテージはもうほとんどね、あのコレクションです、もうあまり外にもったらきたくないし、もったいねえから、ほぼコレクションだよね。いやー本当にいいな、オリエントスターダイナミック17ジュエル
ニバフレックスっていうの、まあオーバーホールしてみて、やはりいつもね中華製をやっていたもんだから、ものすごくこの扱いやすい、本当にやりやすい。中華製で慣れるとこういったもののいい時計のオーバーホールってめちゃくちゃやりやすいよ。もうねパキンパキンパキンってはまっていくから気持ちいいです。あのグラグラしないのね、あの歯車乗せた時、小皿に入れた時のグラグラがねあんまりないからね、スポッとはまるんですごく気持ちいいよ本当に。だからまあ中華製で慣れて、そしてこのねあのヴィンテージとかにも入るとものすごくやりやすいです。うわこんなやりやすいんだと思ってちょっと感動するぐらいでした。でまあヴィンテージのオーバーホール、これを皮切りにまたコレクションをどんどんオーバーホールしていこうと思ってます。いやーやっぱいい時計はいいさ、本当にいいよ、気持ちいいもん。この出来上がりもまたこのなんていうのすごくなんだろうな、コピーと違って愛おしいというかそういうのあるからね。ということで本日のヴィンテージサロン久しぶりでしたね。オリエントスターダイナミックニバフレックスっていうのかな、17ジュールのご紹介、オーバーホールもしてみました。いやではまた次のヴィンテージサロンでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。